デイブ・ザ・ダイバー、前回に続きからプレイしていきましょう。ゴジラコラボの途中からですね。どうしたんですか？お話ししたいことが何？出た私、タラソフォビアなんです。何恐怖症だそれ。タラ、なんですか？タラソフォビア。深く暗い海の恐怖症です。致命的だ。これでも訓練でかなりマシになったんですが、正直なところ、安全運転の自信はありません。デイブさん、代わりに潜水艇を運転してもらえませんか？は？潜水艇ですか？はい、難しくはありません。車の運転に似てますから、機関銃が発射できること以外は。いきなりすぎますけど。ご心配なく、私が隣でサポートします。心配するんだけどな。デイブさん、うまいな。シートの広さを調節したんですが、いかがですか？まあ、操縦ってそう難しくはないんですね。それはよかった。では、ゴジラのところに急ぎましょう。タラソフォビアね。あ、撃てる。あ、これめっちゃ便利だ。そのままの姿勢で。そのまま姿勢じゃない。そのまま。やべ。エビラーだ。エビラーだ。まあでも海産物じゃねえ。だとそうなるか。今の一体あれはエビラ。エビの怪獣でかなり昔にレッジ島でゴジラと戦ったことがあります。その時のリベンジのため弱ってるゴジラを狙っているのかもしれません。なんてこすいやつだ。めちゃくちゃでかいし、あのハサミもすごく怖いんですけど、放っておいたらゴジラをバラバラにしかねません。え、ダメなの？でもゴジラって街を破壊する悪い怪獣なんじゃない？そうとは言い切れません。ゴジラは時に人間を守ってくれることもある生物なんです。守ってるわけじゃないんだよ。なんか、その、結果的に人間が、敵は人間である時もあれば怪獣である時もあります。そうなんですね。とにかく今は、あのエビラって怪獣からゴジラを守らなければならないんですよ。はい。エビラより先回りしてゴジラを起こさないと。わかりました。とりあえず向かいましょう。楽しい。受けるの超楽しい。弾届くけど短っ。あ、こう見るとエビラ怖っ。どこにいるみたいな感じで探してんのか。エビラが私たちに気づきました。気をつけて移動しましょう。出てきそうだな。ほら、危なかった。私たちがゴジラのところに向かっている気づいたようです。激しい攻撃が予想されます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい、そう、そう、半分弱減ったんだけど。下か、とりあえず。いった、マジかよ。だいぶ減ったな。今撃っても仕方ないのか。この死にかけどうにかなんないか。あのハサミのせいで取れそうにありませんね。こ
ここは機関銃を使いましょう。はい。画面がチカチカする。あ、間違えた。死んだわ。純粋に押すボタンを間違えた。てか直でゴジラ行けばよくない？なんでこっち来んの？テイブさん、うますぎるよ。てない、エビラン突進で道が塞がってしまった。あれは機関銃では無理ですね。魚雷を起動。魚雷？魚雷ですか。はい、それならあの塞がった道を開くことができるはずです。今です。ボタン知らないんだけど。発射か。発射。おお、道は開きましたよ。よし、あそこを通りましょう。機関銃が撃てること以外は車と一緒って言ったじゃん。魚雷も撃てんじゃねえか。いや、車が魚雷を撃てるのか。俺が免許を取って10年ぐらい運転しない間に魚雷撃てるようになったのか。車はエビラ戦だろこれ、どう見てもですよね。やはりただ逃げてたわけじゃなかったんですね。賢いなエビラ。でけえからな。この辺り以上仕方ありません。あいつを倒しましょう。そう簡単な話やなそうですけど、ここまで潜水艇を操縦してきたあなたなら勝ち目はあります。我々を守ってくれたゴジラへの恩返しの時です。魚雷と機関銃をうまく使いこなしてください。エビラ、あ、待ってください。どうしたんですか。これでも軍人の端くれ。このまま後部座席に座ったままじゃ職務放棄です。私昨年舞台で開催された潜水艇の修理速度大会で優勝したことがあるんです。そんな大会があるんですか。潜水艇が破損したら×ボタンを押してください。私が直ちに修理します。はーい。死んだわ。どっからだ。
最初だよな。どの位置に言えばいいんだろう。ですよね。いやこれちゃんと覚えないとダメだな。黙っちゃう。よし、一発目はこいつが止まったら、でこれで岩が抜ける。これが来るから避ける。なんとなくもうパターン使う。危な。
の方に行って行く。あれが来るから下がろう。で、一回下がる。で、必要に目を狙う。第一段階ヘビ強っ。それおしゃれなことしてくんじゃないよ。第3はちょっと無理ぞ。あいつ上の方に逃げましたよ。まさか地上に。地上の人たちが危険です。戻りましょう。デイブ無事だったか。ずっと地雷が続いてたんだが、それがでっかいエビの怪獣が現れてゴジラを攻撃しに。それは一体どういう。番長寿司終わった。あ、もう無理だ。あいつですよ。めちゃくちゃでかいな。あいつ番長寿司の方に向かってる。いけません。水面では潜水艇の攻撃が困難です。今回の修理代は相当の額になりそうだぜ。金で解決する問題だったらいいんだけど。お、これはゴジラがバーニングゴジラバーニングゴジラエビラ終わったわ。死んだぞエビラ。マジかよ。もうエビラがかわいそう。あいつがゴジラか。すっかり回復しちゃうですね。でも体が燃えてますけど。ブリーホールの力がゴジラのエネルギーを暴走させているようです。あいつエビラの方に向かってます。もしかしてエビラを止める気、食い止める気か。食い止めるとか食う感じになる。
あ、あ、いいんですか？やったぜ。え、本当？熱戦。うかえ。あ、いた。押したつもりだったんだけどな。ほら。タックル。そして。タックル。だ。詰め攻撃。タックル。よし、熱戦。うわっ、貫通ダメージを与える。いった、すごい。デイブさん以外もガンガン操っていくんだ。あの、あれか、博士操ってもらったから。やばい、やばい。おお、猫魂。性が早い方が優先されるわけね。よし、熱戦。熱戦。防御の上から攻撃させて、あれ。やばい。相手が防御したら。相手の方が早かったな。間違えた。隙をつけましょう。エビラに苦戦してんの、マニモリがさ、エビラに苦戦してんの、なんか屈辱的なんだよ。俺が下手なだけなんだけどさ、ちゃんと見てから行動しようか。ゴジラがエビラを倒しましたよ。巨大怪獣同士の戦いなんて、この目の前の展開が信じられないぜ。こうやってた。ゴジラがエビラと戦ってくれたおかげで被害が少なかったですね。よかったです。よかったですじゃないんだよな。ん？ブレホールの力のおかげで傷も癒えたようですし、これも全て皆さんの協力のおかげです。ゴジラの動きは引き続き我々 G フォースが監視します。大したものではありませんが、今回の戦闘の記念になるような記念ってプレゼントを用意しました。おお。で、私はこれで。え？ダウンロードコンテンツ、もっと早くダウンロードしときゃよかった。ずっとつけたのに、そんな。
世の中僕たちの知らないことがたくさんあるんですね。そうだな、あんな巨大怪獣がどっかに隠れていたなんてよ。何はともあれ無事に終わって何よりだぜ。そういえば大きな揺れがあったんだが店は大丈夫だろうか。あ、そうですね、行ってみます。番茶寿司へ行ってみよう。ここで一旦区切ろっか。その前にどれだっけ、予定クックスとファームマリンか。どれだっけ、どれかで帰れたよね。管理か、管理じゃないわ。メールフォームクスト、音楽天気管理ミニゲーム、アルバムエコウォッチャー、エコウォッチャー、フィッシュモン、あれ、まあいっか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。